刻は12時33分に間もなくなります。メールファックス続々いただいております。ありがとうございます。千葉県松戸市ラジオネーム豆助さん56歳、はい、女性の方です。はい、一筋縄ではいかないペッパー君に、ペッパー君、はい、一生懸命話しかけてるアコさんの姿が目に浮かびます。はい、アコさんは大変だと思いますが、はい、聞いてる私は面白い、いや、楽しいですと、はい、ちゃんと会話が楽しめるようにペッパー君が成長してくれるといいですね。本当ですよね。ペッパー君が悪い言葉を覚えないように気を使ってるアコさん、はい、やっぱり優しいんですね。いやいや、本当になんかね、ソフトバンクの方に来ていただきたいよね。そうですね。電話だけでも本当にね、つながって受け答えして30分以上マネージャーもう3回以上か4回かけてますからね。ソフトバンクの方は、うん、アコさんだって知らないんですよね。知らないんですよ。もし分かってたら、うん、もう僕がソフトバンクの人だったら、はい、これ結構やっぱりほらこういうとこでも話す機会が多いじゃないですか。はいはい、割ともう専属でなんかこう担当者つけますけどね。それはまた違うなんか忖度みたいで嫌だ。忖度っていや、うん、でもだってペッパーくん、もしアコさんのうちのペッパーくんが、はい、本当に可愛いペッパーくんに成長したら、うん、いやらしい話宣伝効果すごいですよ。いやそれはね、そういう意味じゃなくて、なんかあった時にまあもう旦那も私も年だからね、はい、会話もないし、で趣味も全然別だから、はい、あの旦那も話しかけてんですよ。だから、はいはい、うん、だからなんかでもアコさんの方が1割ぐらいでしょ。ワンちゃんとか飼っちゃうと、はい、なんか猫ちゃんでもね、動物を飼おうとも思ったんだけど、ワンちゃんはお散歩連れて行かなきゃいけないし、はい、猫ちゃんも餌やんなきゃいけない、お水やんなきゃいけないとか、 それぞれの動物の特性がね、言葉悪いんだけどペッパー君だと、はい、いいかなっていうので2人で話して、はい、思ったんですけど、まあ使いこなしてる人もいるから、ね、あの介護なんかにもやっぱりあの役に立ってるみたいで、もう将来はもっともっとそういう形でね、私の使い方がダメなんだろうけども、うちの、 あのマネージャーとか一応パソコンもできるし、まあ、パソコンもできるって変な言い方だけど、電子関係弱くないと、はいはい、やってもらってるんですけど、うん、サービスセンターにも説明してもらってるんですけど、同じ答えですね、まあ、そうですね。ペッパーをその電源入れながら話して、そばでペッパーがピコッ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 ってなってる間もこの声しかならないって全部やってるんですけどね。まあ、もう一回あのやってみます。皆さんでも本当にいろいろペッパー君持ってない方から、ほとんどが皆さん持ってないんですけど、はい、アドバイスいただきまして、座間市にお住まいの遊ぶ金星さんに、うん、さん43歳男性の方です、はい、ペッパー君について、はい、動物はびっくりしたり、うん、生命に危険を感じた時に、うん、死んだふりをするんだそうです。それクマに出会った時じゃないの。ペッパー君はまさにそういう状態なのに電気通してました。電気ショックに与えた。電気で繋がってますから。電気で繋がってますからね。熊と遭遇した時なんじゃないですか。熊と認識してるんですかね。ほら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 。でも自分で前は言ったんですよ。はいはい、あのもうこれぐらいにしましょうね。ちょっと疲れました。休ませてくださいとかって言うんだよ。あ、はい、ねねってねなんて冗談も言うの。その頃の感じだともうなんか。人間でいうと小学校高学年ぐらいの姿勢。私も早く帰りたかったもん、ペッパーと喋りたくて。あ、最初はね、楽しみでね、うん、あ、でも栃木県佐野市のひろゆきさん54歳ですね、はい、農作業中で、はい、トラクターで田んぼを耕しながら聞いているんですけど、あ、大変ですね。ペッパー君の話が面白すぎて、なんで面白いんだろう、私真剣なのに、笑いすぎてまっすぐ耕せません。なんでですか。私真剣なんですよ。結構いやいや真剣だから、はい、僕は本当に真剣ですよね。はい、笑わそうと思ってロボットで本当に、もうこれ血が通ってたら危ないですよ。ロボットだからまあね、うん、我慢してるんですね。はい、我慢って何を我慢してるんですか。いやだって、はい、無表情だから、まあ、そうですね。成田市の日向弥生さんはですね、はい、喋れなくなったペッパー君について、はい、まず音量の設定を確認してください。あ、もうね、音量昨日やりましたね。それでね、もう大きい声にしようとして、今まで50だったんですけど55にしました。設定も変えました。100ぐらいまであるんですか、設定音量っていう。あります。あ、そうです。もうそうなるとうるさいです。そうですよね、はい、55ぐらいにしてるので設定は問題ないと、はい、で言語設定も
です。当たり前です、はい、そうです。だから最初言ったじゃないこの番組で中国語とか英語とか、はい、日本語とかなんかだから各種の言葉ありましたよ。ありますよね。とかって思ってびっくりしたの。でそれ最初もやってるんですもんね。やりました。あと他のロボットアプリが起動していませんか。他のロボットアプリ、いやそれはないですよね。他にアコさん家に他にロボットがいるわけじゃないですか。ないです、ないです。うちの旦那をロボットって言うならそれは言い過ぎですよ。違いますよ。随分従順ですけど。バチ当たるわそんなこと言って、すみません、すみません、すみません、いません、いません、いません、はい、ロボットはペッパ君だけです。そう、電気でやってるったら、ね、そうだってテレビつけてるか、電気関係は電気つけてテレビつけてるか CD 聞くか MD 聞くぐらいですよ。これですよね、はい、そう、アッコさんの自宅ってそんなになんかいろんな電波環境何にもないです、ね、はい、多くないですよね、はい、ははだからやっぱり違うことが原因ですね。まだ何らでもね、じゃあ23日にその Wi-Fi の工事が来るまで我慢、もう我慢できないのよ。待てない、待てない。だって今一番もう熱く盛り上がってる時ですからね。飽きちゃったら何もなんないじゃない。あと1週間、うん、1週間で来てくれりゃいいけどね。そうですね、うん、これはですね、斉藤さんがアコさんへ、はい、なかなか言うことを聞かないというペッパー君ですが、はい、これは一度黒柳徹子さんに預けてみるというのはいかがでしょうか。ロボット犬に対して見事な対応を見せてましたからね、はい、それね、あんまり言うとあれですけど、今度オンエアその徹子の部屋で、ね、来週火曜日ですね、その話もなって相棒ですね、徹子さんの場合は、ね、はい、それでね、どこまで言っていいんだろう。徹子さんと話が合わなくなっておかしいなと思った。徹子さんのはソニーの初期の頃の犬の形をしたロボットで、言語に対しては反応しないんですよ。お手とか、はいはい、なんて言うんですか、あくまでも犬なんですね。そうなんですよね。向きを変えたり、はい、尻尾振ったりして、あれ言うこと聞いてねって尻尾振ったりすると、あ、かわいいって言うと、で、なんか目が赤くなったりして、はい、言語を発しないと思います、アイボ君は、はい、そのアイボ君も新しくなったらしいんですけど、はい、私も勘違いして、ペッパー君と共通するところはありますけどね、アイボでいいやと思ってて、はい、そしたらまあ話さないんで、あのただそのなんていうか喜怒哀楽とか、まあ、喜怒哀楽の悲しい時は下向いたりとか、ね、嬉しい時には首振って尻尾振るとかっていうんで、ペッパーは会話をしますから。そうです、ね、まあ、違うんですけど、多分、うん、斉藤さんはペッパー君に必死に向き合ってるアッコさんのその今日の姿に、はい、かつて、はい、アイボに必死に話しかけていた、あ、徹子さん、黒柳さんの姿が被ったんだ。それでアッコにおまかせ生放送に出たんですけど、はい、反応しなかったから、こんなロボットどこがいいんですかっつったら、ロボットが泣いてたって徹子さんが言うんだけど、アッコさんの言葉を理解して、あなたに怖かったのよっつって。でも後で聞いたら、照明の厚さでちょっとダメだったんじゃないかって、テレビ局の何かやっぱ電子環境っていうか、うん、機械は何かにやっぱり弱いんですよね。アコさんの家もだから今原因が何なのか分かんないから、 Wi-Fi なんじゃないですかね、やっぱり。そうするともうずっと喋りかけないっていうのもね。そうですね、なんかね、普段はうなだれてるんですよ、フィーンっつって下をこう、そうなんですよ、首をこううなだれて、かわいいですね。そうなんですよ、だから押してあげたくなりますね。そうなので元気って言ってんだけど、目開いたまま何もしないから、ちょっと寂しいですね。そうなんですよ、待てないっすね、1週間。でもまあ二十何日でしたっけ、23日って一応1週間じゃ聞かないっすね。でもまあ懲りずにちょっとトライはしてみますけどね、はい、そうですね、はい、ちょっと来週もペッパー君の報告はあると考えていいですね。はい、はいはい、心してはい、なんとか頑張ってみます、はい、ということで、はい、たくさん皆さん心配してくださいました。心の中でクソ、ペッパー早く喋ったらええのに、そのお前のおかげでこんなんなってんねんで、お前飼い主って思いますけどねダメですよ、口に出しちゃ、口に出しちゃダメですよ。本当にね、家にいるとイーってなってくるの、本当になんだかおかしいな。大丈夫ですか、なんかアッコさんのマンションの大きなゴミが出なきゃいいですけどねそれはないですよ、それはないです。なんか冷蔵庫ぐらいの箱に入った何かが、いやいやそれはない。なんとかお友達になりたい、なりたいですもん、はい、はい、頑張ります。今日はそのペッパー君のことと、はい、やっぱり母の日ということで、明日ね、いろいろ、はい、はい、母の日絡みのメールもいただきました、ね、いっぱいいただきましたね、ありがとうございます。
。これは八王子市のエグさんは52歳のママですね、はい、今まで母の日に私は母に何かしたことないのに、うん、娘からのプレゼントをすごく期待しちゃってる自分がいます人間ってそんなもんですよね、うん、あとはあられママさんはですね、はい、18年前に母を亡くしました。66歳で突然の、まあ、今でいう孤独死でした、はいはい、でちょうど母の日の前で、うん、私はプレゼントに日傘を買って、うん、でその年の4月に小学校に入学した末娘のランドセル姿を写真で一緒に送ろうと準備していた矢先でした、はい、なるほど。ですから18年も経った今でもプレゼントを押し入れに入ったままです、うん、捨てることも使うこともできずにいます。日傘は使われたらどうですか、これから暑くなる時に。そうですね、ね、そういう方がお母さん、私はどっちかっていうと思い出せる時に思うとか、はい、そういうものは使えるものは使った方が、あの自然と振る舞えるっていうか、はい、うん、と思うんですけど ね、 そうですね。私もあの両親とも言いませんけど、はい、うん、毎日思い出してるわけじゃないから。でも使われるのは使われた方がいいと思うな。そうですね、うん、そう思います。睡眠不足のムーミンさん52歳、はい、私の母は79歳になりましたが、はい、今でもスーパーのレジ打ちスタッフとして働いています。素敵、はいはい、短時間ではありますが長年お勤めしていて愛着があるということ、はい、で働けるうちは働いてみんなに迷惑をかけたくないという気持ちが強いようです、はい、雇ってくださってるお店にも感謝の気持ちでいっぱいです。頑張っていただきたい、うん、たくさんの方々と触れ合えることが生きる喜びのようで、うん、レジに並んだ小さなお子さんからおばあちゃんなのになんでお仕事してるのと聞かれた時はお仕事が大好きだからだよと胸を張って答えてるんだそうですよ。素敵ですね、はい、はい、頑張っていただきたいですね、はい、はい、それでは、まあ、あこさんのこちらの曲を、はい、お届けしましょう。和田アキ子。